マートルさんか。本当に彼女じゃないのですね。マートルが付け加わったのかな。マートルね、コズミックスタジオのゲームプログラマーなんだ、マートル。年中無休でやってんのかな。土曜日、2020年9月26日。ゴミよりも支援を、大西洋岸諸国が人々に訴える。社説、シアトルの番人を見張るのは誰か。猫は地球上で最高の生き物だと研究者たちが証明。猫は最高で生き物だったよ。あの人喜ぶじゃん。また違った話になりそうだな今日も。いらっしゃ、あ、え、意外、いらっしゃいませ。どうもです、こんばんは。こんばんは、お客様。おっと、いつもの地球言語的問題です。なかなか慣れません。あなたのことをお客様と呼んでも？もちろんです、好きなように呼んでください。ちっとも気にしないので。何か飲まれますか、お客様？ああ、そうでした、注文を伝えなければ。失礼しました。あなたのおすすめは？我々にはどのみち味の違いが分かりませんので。どういう意味です？いいんです、忘れてください。この店で一番高い飲み物は何でしょう？うちの店は均一料金なんだ。あ、そうなんだ。本当に？それは興味深いです。我々がこれまでに訪れた店とはまるで違う。それでご注文の方は？そうですね、それではお任せで。結局お任せかい。お任せで。お任せか。お、でもなんか新しいの仕入れてんな。コーヒーベースのシナモンで、ミルク。まあ3つしかないからな。シナモンミルクコーヒー、ほっこり感、ほっこり感が半端ない。あ、またリセットされるんだ。また5回失敗できる？失敗というか入れ直せる？多分1日1日リセットなんだね。お待ちどうさま、お口に合うといいが。ご心配なく、そこは問題になりませんので。では飲んでみましょうか。それ飲むんだ。何か？いや、何でも。そうですか。すまないお客さん。何でしょう？どうしてカップの中に指を？おかしなことを聞きますね。もちろん飲んでいるからです。飲んでいる？はい、飲んでいる。カッコン。ああ、そうか、そうでした、うっかり忘れていて。地球人は発生器官を使って飲むんですよね。我々は触手を使って飲みます。大抵はポリプロピレン製の飲料器具を渡されるものですから。な、なんだって？地球人がプラスチックと呼ぶ細長いチューブ状のものです。ストローかい？はい、地球人はなぜストローをよく使うのでしょう。ストローなしでも飲めるのに。しかるに我々が遭遇した飲料機械の 87.76% であのプラスチック穴空き棒が提供され、そのせいでこの星に深刻な汚染を引き起こしている。起こしている。とにかくストローでどうやって飲むんだい？先ほどと同じようにです。ただしプラスチック穴空き棒のおかげで地球人が飲み物と呼ぶ混合液に触手を浸さずに進みます。とても便利なものです。地球人の判断過程においては利便性が重視されるのかもしれません。なるほど。
君がストローを使っても怪しまれないだろうな。その通りです。ところで今着いたばかりだと言ったが、どこから来たんだい？遠くから。詳しく説明するのはなかなか難しくて、ですが一つだけはおしましょう。我々はとある任務を帯びています。任務？はい。どういった任務だい？地球人が女と呼ぶものを捜索します。それから？荒廃する。点々だわ。つまり君は遥か遠くの国から合コンしに来たってことかい？ね、この略し方ね。略し方、合コン。絶対ないでしょう、機械翻訳では。合コン。我々の任務と合成コンクリートとは何の関連性もありません。いやー、そういう合コンじゃなくて。ああ、これは失礼。ですが違います。我々の任務は合成コンクールとも関係ありません。合成コンクール。いや、そっちの合コンでもない。ああ、またまた失礼しました。地球人の言語は時として本当に混乱させられます。心配ない。僕たちだって四苦八苦してるよ。地球人はコミュニケーション法の改善に取り組むべきです。もっと単純かつ直接的な意思伝達方法はいくらでもあります。いろいろな星を見てきましたが、この星のコミュニケーション法は最低です。グーの音も出ないよ。で、任務は順調かい？不調です。我々はこの独創的なコミュニケーションツールを使っています。我々のデータによれば、地球上での交配の多くが、このツールでの交流から始まっているとか。ですが、交流の成功率に比して、交配の成功率は高くありません。ほう、そういったツールは初めて聞くが。また、それって出会い系アプリのことかい？炎のマークが不法に使われています。ああ、そいつは出会い系アプリだ。ですが、このツールはいくつか相反性があります。というと？我々の理解によれば、このアプリのユーザーは画面を左右へスワイプする必要がある。交配したくないときは左へスワイプして、交配したいときは右へスワイプする。そして両者が右へスワイプしたとき、自己紹介が始まり、交配プロセスへと移行するものかと。うまくいってないんだね。大半の方は交流プラットフォームで交流を始めた途端、起こり出すのです。中には不適切な言葉を使ってくる方もいて。まあ、なんて言えばいいのか。けど大半はと言ったね。怒らない人もいたわけかい？はい、テキストで笑っている方も。あったのかい？会合を手配しましたが、ほとんど来ませんでした。けど来た人もいた？はい、ですが彼らのコミュニケーション方法に戸惑っていて、成果は上がっていません。我々のデータベースが推薦する場所を何箇所も訪れたのに。で、このカフェがそのおすすめの中に入っていたのかい？そうです。そいつは興味深い。なら君はここで誰かと会う約束を？はい。ですが、約束の時刻は過ぎています。地球人は個体によって時間の解釈が異なるのかも。そいつは正しいよ。あ、やあ、こんばんは。こんばんは。何か飲むかい？カフェラテをくれ。カフェラテか。カフェラテはここに載ってたはず。コーヒー、ミルクね。お待ちどうさま。あんがとよ。どうです？うめえ。気に入ってもらえてよかった。今日もまた本を読みに。あ、そういうこった。ごゆっくりどうぞ。なんか俺に言おうか？いえ、なんでも。失礼しました。そっか。
その失礼ですが、なんだよ、どなたかお待ちでしょうか。やれやれ、またかよ。いや、誰とも待ち合わせちゃいね。本当に？本当だ。俺は誰も待ってね。と言いますのも、我々はこのアプリの方を待っており、彼女はあなたのような多くなのです。あのな、第一に俺はこの世でたった一人の女オークじゃねえ。つかよ、純粋なオークってわけでも。あ、女だったんだ。ですがあなたの名前はハルクハイ69なのでは。なんてこったい。こいつ頭がいかれてんのか。申し訳ない、お客さん、この辺の人じゃないらしくて。それで質問に答えていただけますか。あなたはアルクハイ69でしょうか。ちげえよ、俺はマートル。アルクハイ69なんて名前は使ったこともね。マートルさんか。本当に彼女じゃないのですね。マートルが付け加わったのかな。マートルね、コズミックスタジオのゲームプログラマーなんだ。マートル、フルメタルコンフリクトシリーズを担当。なんか聞いたことあるな。当たり前だ。まったく最近の男どもはよ、そんなに彼女が欲しいけりゃダチに紹介してもらえっつーの。それかクラブへ行くとかだな。ですが我々はこの星では友達がおりません。なあ、この辺の人じゃないっていうのは地球人じゃないってことか。今までの話を総合するとこの方は他の星から来たようだ。マジかよ。割り込んですみません。今クラブと言いましたが、どういった活動のことでしょう。検索結果によると地球上には膨大な数のクラブがあります。中には実に興味深いものも。例えばこのクラブは宇宙探検がテーマで、店名はトレッキーズです。マートル、ユーロ、ちょっとこの辺りでセーブしておくか。あ、5日目か今。俺の言ったことは忘れろ。その女オークとは何時に待ち合わせてた。現地時間で約1時間前です。それってすっぽかされてんぜ。どういう意味です。彼女はまず現れないってことだ。現実を教えちまってすまねえ。おそらくマートルさんの言う通りだ。彼女には連絡してみたのかい。しました。アプリでは既読になっています。返事は来た。いや、まだ。あいたた。だったら 100% すっぽかされてら。彼女は来ねえよ。僕もそう思う。むむむ、そうですか。我々はとても客観的な種族ですが、地球人の曖昧さから全く新しい感情を学びました。前にも会ったのか。はい、何度も。そっか、それはつれえな。けどよ、だったら戦略を変えるべきなんじゃねえか。地球人の後輩のために戦略を用いるのですか。おうよ、めちゃくちゃ複雑な戦略をな。地球人には驚かされてばかりです。だとすれば我々がこの店にいる必要はもうありません。どうぞゆっくりしていってくれ。いえ、平気です。今すぐ報告に戻らなければ。しかし将来的にはまたこの店を訪れるでしょう。とてもいいお店です、店主さん。ユーロでいい。お時間を取らせました、ユーロ。それと貴重なご意見をどうも、マートルさん。地球人の後輩戦略についてしっかり学んでいきます。そうしな。ちなみにデート作法とも言うぜ。戦略で検索するのもありだけどな。覚えておきます。では我々は失礼します。我々って、気をつけてお帰りを。
こんな個性的な客が来たのに。タイミングが遅いよフレイヤ。うわー、今の人って何？あ、まあ、やあフレイヤ。この店にどうして宇宙飛行士がいるわけ？飲み物を飲み、友人を待つためのようだ。それってどういう友人？犬のライカちゃん？出会い系アプリで知り合った子だ。あー、それ見たかった。どういう子だった？現れなかった。あちゃー。かわいそうな宇宙飛行士さん。なんでデートの前に宇宙服を脱がなかったんだろう。職業アピールってのは珍しくないけど、あれってさすがに見え見えだし。おそらくあの人は宇宙飛行士じゃない。その一般的な意味での。え、それどういうこと？多分異星人だ。異星人？それってニューヨークの英国人的な？それともエイリアン的な？エイリアン的な異星人だ。宇宙からやってきた？おそらくは。あるいは別次元か、よくわからないが。すっごっていうか、超すっごそりゃまあ、この店にはいろんなお客さんが来るけど、さすがにぶっ飛び。この店をやっていると人生退屈しないよ。そんだからこの店について書きたいの。そういや進捗はどうだい？本のこと？ああそうだ、君が今まさに書いているあの本のことだ。それが実際うまくいってる。素晴らしい。読んでも？まだ読ませないか。それってどういうこと？今までに書いた原稿を読ませてくれるか？ダメ。絶対ダメ。なぜ？まだ途中だし。おいおい、もっと自信を持つんだ。君はいい物書きじゃないか。それに作品の出来に自信がないなら、僕が改善点を挙げてもいい。確かにそうね。つかもうすでに原稿を擦ってあって。どのみち見せる気だったと。迷ってたけど、とにかくこれが人に見せられる最初の原稿ってわけ。もったいぶらずに読ませてくれ。君の作品のことはよくわかっているつもりだ。はいはい、わかりました。じゃあカバンから原稿を出すね。正直な感想を聞かせて。わかった。で、原稿を渡してくれるかい？大丈夫だ、フレイヤー。ふう。はい、どうぞ。ありがとう。では、拝見しよう。ねえ、どう？面白い？おいおい、そうせかさないでくれ。ふむ。何がダメ？そんなにひどい？主役が…うわぁ、書き方がいまいちだった？僕の性格と合っていない。だってあなたがモデルじゃないもん。そいつは残念だ。最高のモデルが毎日君の目の前に立っているというのに。最高のモデル、あなたが？あなたほどなだめいてる人は他に知りませんって。おっと、お客さんが来たようだ。ちょっと、原稿まだ途中だ。おお、また新入り。いらっしゃい、店内で。それともお持ち帰りで？店内でお願いします。何になさいますか？その前に座ったらどうだい？今すぐ注文します。急ぐことはない、ごゆっくりどうぞ。ちょっとややこしい注文でも？うちの材料で作れる限りは。好きなものを頼んでくれ。だったらマサラチャイはご存知ですか？ス
パイスの効いたインドの紅茶かい？はい。マサラチャイをお願いします。マサラチャイ、マサラチャイか。マサラチャイ、紅茶ベースか。紅茶シナモン。マサラチャイむずいな。なんかヒントないのかな。あ、こういうメールもあったのか。マサラチャイちょっと検索してみようかな。ちょっと待ってくださいね。マサラチャイ検索中。あ、シナモンとジンジャーなんだ。ジンジャーか。知らんかったわ。ほっこり感マックスじゃん。シナモン生姜紅茶だったぞ。違うのかな。マサラチャイか。紅茶。シナモン、シナモンかな。シナモン紅茶、紅茶、紅茶かな。紅茶、紅茶、シナモンかな。あー、シナモン紅茶。これってあれかな、後でこれ名前がついてくるのかな。マサラチャイ、マサラチャイ、マサラチャイ。あ、牛乳も入れるのか。じゃあジンジャー一振りって書いてあるな。難しいな。紅茶、シナモン、牛乳、紅茶、シナモン、牛乳、紅茶、シナモン、牛乳。濃い、シナモンミルク紅茶。やべえ、紅茶、生姜、牛乳。あー、もうなかった。お待ちどうさま。これってどうかしたかい？いえ、なんでも。まずは飲んでみましょうか。やっぱり。どうしたんだい？あー、ごめんなさい。あなたが聞いているとは思わなくて。この飲み物は美味しいですけど、私が頼んだものではありません。すまない、僕のミスだ。申し訳ない。そんな、お気になさらず。これ調合が難しい。ちょっと待って、これってあれかな、なんかどうなんだろうな。ミルクベースのミルク紅茶、生姜、ダメなのか。いいのかい？ミルクベースだったのかもしれないな。ミルクベースで紅茶だったのかも。恐縮だよ、お嬢さん。ベースがミルクだったのか。どこまで話したっけ。主人公のことだ。この主人公は実に君っぽい。ご名答。私を知ってる読者なら読んですぐ気づくよね。いいのかい。どうして。自分に酔っている気が。そこはご心配なく。
普通の読者さんは気づかないし、それに私みたいな主人公だと筆がサクサク進んじゃうの。君がそう言うなら。ごめんなさい。ん？なんか言った？はい。いきなり割り込んじゃってすいません。あなたって作家さんなのですか？うん、そうだよ。それってすごいですけど、まあ短めのフィクションを書いてるだけ。新聞に短編を投稿しているの。あとはこの街の人がテーマのノンフィクションとか。彼女は小説も書いていてね、ちょうど今原稿を読んでいた。ちょっとすごい。今までに何冊書いたんです？実はこれが1冊目、書き上げられたらだけど。私ずっと小説家になりたくて、けど言葉を紡ぐのって難しい。私はライターだけど、紡ぐなんて難しい言葉は使えないよ。よく言われます。私の語彙は変わってるって。あなたは何のお仕事？あ、名前なんだっけ？ごめんなさい。私はアクア。どうもアクア。私はフレイヤ。そしてこちらのバリスタがユーロね。はじめまして、アクアさん。はじめまして。それで、そう、あなたの仕事は？大学の研究員です。それと余暇にゲームを作ったり。へえ、それって私の仕事よりかっこいいじゃん。ありがとうございます。書くのが苦手と言ったけど、研究論文だって相当書くんじゃない？はい、確かに。ですがあれは事実を書き連ねるだけ。物語を書くのとは違います。ちなみにどういう分野の研究者なの？専門はコンピューターグラフィックスです。わあ、計算ばかりの退屈な仕事です。メディアに取り上げられるような仕事じゃない。読む人なんていないでしょうし。あ、いけない。あなたが記者さんって忘れてました。気を悪くさせてしまったらごめんなさい。はは、いいって、何でもかんでも謝ることないし。気にしないで。いきなり割り込んですまねえが。いいえ。あんた今、コンピューターグラフィックスの研究者って言ったか？そうです。ひょっとして3次元環境流体レンダリングの最新技術に関する論文を書いてねえか？共同執筆者の一人が確かアクアって名前だった。あれ、やだ、それは私です。読んだのですか？おうよ、俺が取り組んでいるプロジェクトには重要なことだ。ふへえ、それってどういうプロジェクトです？フルメタルコンフリクトっていうゲームシリーズだ。宣伝だ。びっくり。あなたがフルコンの開発を？いけない。いきなり取り乱してすみません。いいさ。自分が携わっているゲームファンのファンに会って悪い気はしねえよ。私、あのシリーズの大ファンなんです。ところでアクアと申します。あ、もうご存知でしたっけ？俺はマートル。それでマートルさんは何を担当なさっているんです？テクニカルアーティストだ。ああ、なるほど。ああ、あんたらの話を邪魔して悪いが、名刺か何かもらってもいいか？俺らのチームで話し合いたいことがあってよ。共通のお問い合わせフォームからあんたの研究所へ質問を送ったんだ。けどよ、まだ返事がなくって。ああ、そんなのしょっちゅうです。あのフォームでの質問は別の部署へ届くので、返答に手間取ることがあって、本当にごめんなさい。いいんだ、そんな気がしてた。今は名刺を持っておりませんが、メールアドレスを交換しておきましょうか。いいぜ。これが私のメアドです。バッチリだ。今話してたフルメタルコンフリクトって、今度映画化されるっていうあのゲーム？ああ、それだ。ぶっちゃけ俺はゲームの映画化には反対だった。腐ってもホリウッドだしよ。
ホリウッドか。予算をたっぷり使ってド派手な映像を生み出せるんだろうが、きっとゲーム版とは別物になっちまう。あるあるだな。どうして？ゲームによってはゲームという媒体でしかストーリーを語れないもんなんです。フルコンもそういった類のタイトルです。へえ、面白い。ゲームはすんのかい？あまりヘンテコな抽象画のゲームは好きだけど、画廊で見かけるようなタイプのゲームマジかい。そいつは変わってら。よく変わってるって言われる。いや、ちげえんだ。アート系ゲームで遊ぶのは大抵最近のゲームに飽きちまってるゲーマーだからな。確かに。ですがアート系ゲームはメジャーな作品と比べて訴求するマーケットが全く異なる気がします。故にプレイヤーの多くがゲーマーではありません。プレイのハードルは低めでも感じ取るのは難しい。より広範かつ高度な理解力が全体として求められるんです。ごめんなさい、つい喋りすぎちゃって。少なくとも私はそう考えます。いい点ついてら。すっごく視点が鋭いって思った。私があの手のゲームで遊ぶのは周りの影響だけどだろうな。あんたは都会のアート系って感じだ図星です。じゃあ映画化に関する俺の意見も分かってくれたか？なんとなくね。とにかくま、俺はもう行くわ。明日の朝一で質問のことで連絡すっからよ。今何時ですか？いけない、私も帰らなきゃ。だったら一緒にバス停まで歩くか。あなたさえよければぜひ。マートルさん。マートルでいい。でもちろん嫌じゃねえさ。もう行けっか。行けっか。はい、本当にありがとう、ユーロさん。それとあなたも、フレアさん。執筆頑張ってください。気をつけて帰ってね。はい。じゃあまたな、皆さん。気をつけてお帰りを。それで？楽しいおしゃべりだったけど、まだ原稿の感想を聞いてない。ちょくちょく読んでたの知ってんだから。いい感じだ。ふっ、嘘。それだけっすか？僕は編集者じゃない。改善点を細かくリストアップしろとは言わないよね。言う。はあ、あなたは確かに謎めいた人だけど、私ってここの常連だよ。原稿を読んでる時の表情を見たもん。言いたいことがどっさりあるんでしょ？認めなさいよ。わかった、僕の負けだ。ただ長くなるぞ。それと思ったことを正直に話す。ごくり。まあまだ夜は長いし、かかってきなさい。よろしい。では導入部から。なるほど。おお、スパイスレディ、90年代大旅行した。ここはこういうのも作れるんだろうな、多分な。はい、5日目が終了しましたね。なんかこう世界観がいいっすよね。なんか、話に引き込まれる。そして日本語訳がね、素晴らしいっていうのは、まあ、特徴ですね。はい、I remember you. If you remember